ィニングポスト9 2021。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、ウィニングポスト9、始めていきたいと思います。2021ですね。ちょっと YouTube と Twitch のルール改正で YouTube との配信が、Twitch の収益化にかかわらずできなくなったので、Twitch のみの配信しております。ただし24時間経てばこの Twitch のライブ配信のアーカイブを YouTube の方に上げて公開することはできるので、後ほど後日 YouTube でもお楽しみできるようにしますので、ぜひお待ちください。今回は3月2週からのスタートになります。ぜひ、これを機にですね、 Twitter の、アカウントフォロー、ライブ視聴、チャットコメントお願いいたします。プリーズ Twitch ライブウォッチとアンドアカウントフォローアンドチャットコメントプリーズ。お、ドバイワールドカップ天野デゼニシ金引きりか登場ですね。フラッグインキルド、MS、 これマイルステークスか。天野なんでだろう、一番人気120114のニエスクズアプルーバルが怖い馬です。で、あとロングファンタジスター隊ですね。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 フランク・イー・キルローマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは天野なんでだろう。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して天野なんでだろう花に立ちます。その後ろからはブレインズ・アメリア、この馬も上がっていく構えです。さらにはスリルフリー、古豪ガルーチャールマゲスト、その後ろなんとなんと先頭は逃げてるんだ天野なんでだろうが。サルベージ、その隣にクリーニングダイヤ、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。ミエスクズアプルーバル、すぐ後ろサイテンションセカンド、それに続きます。その外からロングファンタジスタ、ピンクの帽子ハッピーエントリー、その後ろ内からはアートネフュー、
その外にルートグリーン、すぐ後ろにスモークンローザ、しんがりからステージジュニア、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として天野なんでだろう。2番手はブレインズアーメリア、間を挟んでスリルフリー。3番手さあ天野なんでだろう。このままあでも迫ってきている、内から、うわ、持ったまんまで重ねた。ここで先頭変わってミエスクズアプルーバル、2番手は天野なんでだろう。ミエスクズアプルーバル、この馬で決まりか。ミエスクズアプルーバル強い、強い、ミエスクズアプルーバル圧勝ゴールイン。2着は天野なんでだろう、勝ったのはミエスクズアプルーバル、見事な勝利です。3単位多半で天野ナルト登場、一番人気、勝ってほしいナルト。ただ119でジャジルはじめ本戦模様ちょっとまずいかもね。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 サンタニタ半でダート 2000m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、ウィンターズナレーション前に行きそうです。エクランズムーン、それに続いています。さらにはブラザーデレク、9番ウェルアームド、その後ろウィンターズナレーション先手を取りました。ナーガルアルマゲスト、それに続いています。その隣にヒドゥンサンセット、並んで8番モナシアストーリー、イグリッドウィーンズ、そのうちに続いています。好位置をキープしています。アマノナルト、ジャジル、すぐ後ろ内からはパピルスアップル、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。青の帽子ファールショーケース、その後ろスペレンディドキャビアと、それに続きます。最後方にラストクラナック、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。一気に先頭に立ちました。9番ウェルアームド、並んで12番ブラザーデレク。さあ先頭はまだ9番ウェルアームド、ブラザーデレク、ほとんど差がありません。間を挟んでウィンターズナレーション、3番手大外から緑の帽子天野ナルト、伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして、さあ勝ち切れるか、それとも、でも後ろの馬の方がいいな。外の方が有利。1馬身のリード、後続も迫ってくる。2番手はジャジル、ブラザーデレク、ブラザーデレク1着、2着はジャジル、3着に天野ナルト、勝ったのはブラザーデレク、見事な勝利です。ナルト厳しいな。キザレベルは上がったんだが、マクトゥームチャレンジ R3 天の勝ちタイヤです。2番人気、まあ、これラウンドポンドが圧倒的に強いな。あ、勝ちたい。これはでもしんどいな、正直。逃げか、まあ、先方はこのままでいいでしょう。ダイジェストいきましょう。名壇競馬場 G1 マクトゥームチャレンジラウンド3ダート 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ラウンドポンド先頭、差を広げにかかります。あと 200m ラウンドポンド、余力は十分、さらに引き離していく。2番手は垂れた、オフィスアソルト、とてつもない強さ。ラウンドポンド1着、ラウンドポンド完勝。2着はオフィスアソルト、3着にアインシュタイン、勝ったのはラウンドポンド、見事な勝利です。うん、残念。ジベルハッタです。天の遊戯王1番人気129、まあダントツですよね。追い込みが不安ではありますが、レースいきましょう。名壇競馬場 G1 ジベルハッタ芝 1800m です。
こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。セブンスパークル、ね、前に1頭です。アンサリングパーク、それに続いています。さらにはショーイングアップ、13番ビーチヌーベル、その後ろ先手を取ったのはセブンスパークル、アラリアクリーニング、それに続いています。ソビエトシェリー、それに続きますラハドゥード、そのうちに続いています。これに続いてバカーレ、並んで5号アナザーパワー、ヌーベルエリー、この馬もこのグループ。すぐ後ろにクラッシーカーズ、その外からブルースタップ、ピンクの帽子ドイリークレディター、その後ろストレートミネルバ、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてセブンスパークル、アンサリングパーク、ほとんど差がありません。アラリアクリーニング、3番手最強王者天野遊戯王、まだ後ろ。鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はセブンスパークル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。セブンスパークル先頭、外から勢い、中割ってきた。あーでも残り 200m、 勢い的に外の方が有利だな。遊戯を負ける、足色は衰えません。2番手は天の遊戯王、クラッキーアクアリウム、1着、2着にはどうやら天の遊戯王、3着にバカーレ、勝ったのはクラッキーアクアリウム、見事な勝利です。60キロが辛かったかな、遊戯王。チューリップ賞は桜花賞トライアルです。さあ天のハウルです。1番人気、クラブはウォーカーも出走です。ハウルがあのダントツの収支集めてますね。ウォーカーはまあいるいい印です。他はローブデコルテ、エルクルッパーあたりか、勝ってもらいましょう。ダイジェスト、阪神 G2 チューリップ賞、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エルクルッパー先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。エルクルッパー先頭、内から混戦になっている。先頭残り 200m を通過して、アマノハウル追い上げてきた。アマノハウル抜けた、先頭に出た。2番手はテンマインゴト、アマノハウル、アマノハウル1着、なんとか勝ったが、テンマインゴト3着にウォッカ、アマノハウル見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。なんとかっていう感じだよな。自在性、まあちょっとこの辺はローテで決めるし、弥生賞ディープインパクト記念には天野ブログが登場。車台一番人気、ドリームジャーニーですね。相手になるのはまあ勝てるでしょう。あと当選クラウン、アイスカフェあたりか。逃げ馬なんですねブログって。まあとはいえ前に行く馬少ないんで、中山ってこともあり勝てるんじゃないかなと思います。では行きましょう、中山競馬場3歳 G2 皐月賞トライアル、放置杯、弥生賞、ディープインパクト記念、芝 2000m のダイジェストです。4コーナーをカーブして、ぶっちぎった。これからです。天野ブログ先頭、まだ持ったまま、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した、うん、これは強いわブログ。天野ブログ先頭だ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はドリームジャーニー、3着に当選クラウン、天野ブログ見事な勝利です。まあなかなかいいんじゃないでしょうか。何を紹介してもらえなかった。千の風、エネループ、エネループ商品名だけど大丈夫かな。パナソニックか怒られないかな。ということで、欧州で2レースですね。
ダイワスカーレット、天の虹ブリッジ、虹ブリッジは2勝か、金牌勝ったばっかりだけど、まあマイルチャンピオンシップ2着馬だけど、そうそう取れるかな。一方ダイワスカーレットはまだ2勝か、しかし、まあ、比較的早めに結果を出したい。あとこれ実は古馬混合なんですよね、クールモアは。でもまだ3歳馬ということで、どこまで通用するのか見ものです。底知れぬ実力。多分4月入るまではやると思います。回線メタボ、エリカ、モダメ、オディール、これ枠が埋まっちゃってますね。4つ、ワンセグ買いましたね。お、時かけを買ったか。これでなんでだろうが、今何勝だ、4勝か。あ、正直もう厳しいですね、金札は。次は安田記念しか。芝のみだよね。まあもう諦めて引退させましょうか。生のナルトも残念だよな。さすがにもう7勝だが厳しい。ほとんど地方だもんね、実績は。このまま柏切れに挑ませます。で次勝ちたいんやは8着。ちょっとやっぱりまだ力が足りないんだろうな。アンタレスステークスに挑ませます。で遊戯王は惜しかったな。ジュビルハッター2着。まあ金札獲得してるんで心配いらないですね。別に宝塚記念でも問題ありませんが、この辺出られれば一応登録だけはしておこう。こういうレースでもいいぐらいだよな。あーでもこれで出すと休ませないとダメなのか。5月を3週のさっきのレースと悩むな。万能音、あ、万能音でも選ぶか。まあこうしましょう。アマノハウルはチューリップ賞勝ちました。このままいったら、まあ、当然桜花賞挑戦になりますね。牝馬参加狙える馬ですが、ちょっと牝馬三冠は圧勝してないから難しいかな。ダイワスカレットもいますからね。優先としてはダイワスカレットになるんじゃないかな。2600、こっちは2000、まあほぼ一緒だよな。まあどっちを優先するかですよね。とりあえずまあ桜花賞は出しますか。で天野ブログがこれはもう普通に言ったら皐月賞ですよね。でこちら皐月賞にはブログ以外はまだいない。ブログがこのまま行くんじゃないかな。場合によっては三冠も狙っていいかもしれません。ブログは距離適性をちょっと広げたいな。
でも賢さが落ちるんだ。ダメだ、任せてくれない。じゃあ行きましょう。ネクスト、クルモアクラシックにダイワスカーレット登場。一番人気、一番人気ね。コマ相手にぶつかります。一応レーティングもトップですね。さあどこまで通用するか。枠は内枠でなんで、先行に有利、先行するには有利です。頑張ってもらいましょう。レースです。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 クールモアクラシック芝 1500m、 コバ混合ですが、サンサイバーのダイワスカレットが早くも挑戦です。その隣にインターバルシャック、ブレイブエミーレ、この馬もこのグループ、ブロンドコモーション、そのうちに続いています。先行争いですね。すぐ後ろ、その外からブリティッシュスワップス、緑の帽子、クリーシェハイネス、その後ろ、前はスピーチニュートロン、2番手はダイワスカーレット、これは絶好の手応え、ダイワスカーレット。さあこのまま抜けられるか、サインに応えるか。しかし置かれ始めた。どうか、日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭変わってミスアンドレッティ、あと 200m 後続を引き離された。ミスアンドレッティ足色は衰えません。2番手はダイワスカーレット、ミスアンドレッティ、なんとか2着はキープ。完勝、2着はダイワスカーレット、3着にインターバルシャック、勝ったのはミスアンドレッティ、見事な勝利です。まあ相手がコバ混合なんで、健闘は健闘ですね。しかもみんな55キロだから、サンサイバーの筋量的な有利もないしな。定量だったか。ランベットステークス、天の虹ブリッジ一番人気。これ勝てないだろう。ちょっと厳しいと思っといた方がいいですね。カプスポンダーとかですね。レース行きましょう、ローズヒルガーデンズ競馬場 G1ランベットステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ花を切るのはどの馬か。サンフォードのビリアール、前に行きそうです。リスキーリッジ、それに続いています。さらにはカプスポンダー、6番エルクボヤージ、その後ろ先手を取ったのはエルクボヤージ、その隣にペイスティセンシビリティ、追い込みなんでやっぱり後ろですね。ベジタルロバリー、それに続きます。その外にクワイエットドゥネット、内からはドラゴンオーバー、その外にファーローシルビア、オレンジの帽子、キッチンシンガポール、その後ろすぐ隣にアポロカレッタ、その横にシャープドライヤード、並んで2番スプレンディドガイア、天の虹ブリッジ、この位置です。しんがりからデュークトレール、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として6番エルクボヤージ、エルクボヤージ、さらにリードを広げます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。エルクボヤージ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。内から接近カプスポンダー、外からジュールズナチュラル、エルクボヤージ。さあ中割ってきた。内からカプスポンダー、ここで先頭はカプスポンダー。カーセ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 、いけいけいけ。
オッケー、ニジブリッジ行った、勝ちました。ニジブリッジ一着でゴール、二着にはどうやらクワイエットデュネット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノニジブリッジ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。でも3個目だから金札は無理ですね。同札を獲得できるかってとこではないでしょうか。関西海外遠征獲得、まあ、これは繁殖入りしても役立つ能力ですからね、全然いいと思います。飛ばしてと、金庫賞ですね。天のジュピター、天のビフォーアフが1番人気、2番人気を占めて一騎打ちムードです。ここかカンパニー、東証シロッコ、クラブーバー、フサイチパンドララもいます。ビフォーアフが先行に切り替えましょう。ダイジェスト、中京 G2 金庫賞、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のジュピター先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。なんか来た、カンパニーだ。を通過して一気に後続がやってきた。一気にカンパニー、天のジュピター先頭だ。天のジュピター、なんとか粘った。一着、二着はカンパニー、これが G1 馬だ。天のジュピター、安藤騎手と絆アップですね。さあ3月4週自体は3頭のみです。ビフォーアフどうするかですね。ビフォーアフはまあもういいかな、調子は上がってる最中だから。本当な4月の3週まで、4月を3週にレースに出して休ませるといいかもね。 G2 でも勝てないようだったら G3 が関の山だろうな。大阪杯とか行ってられないや。マイルはいけるんだ。じゃあこれか、読売マイラーズカップ。でジュピターは金庫賞勝ちました。宝塚とか言ってますが、桜花賞を取ってる、ジュブナイルフィリーズ取ってる、ジュピター比較的やっぱり早熟タイプなんかな。牝馬限定だよな、だから1600っていける、ギリギリだな、距離加減。あとはこの辺か、でも刀アテネが出てるな。今限定じゃないレースだったら、あここは強いよな。3月の5周、一応これに出しときましょう。勝てる要素は十分あると言われてます。でジョッキーも武豊にしっかり乗せましょう。4月1周武豊が被るんだ。ハウルのジョッキー、ソネ騎手で
4月1週って何と被るんだ、武豊は。あ、シャメールがか。うわぁ、欧州だもんな、こっち。え、同じ欧州だ。同じレースに出んのか、シャメールと。シャメールはまだ G1 取ってないんだ。どうしよう。ただ、距離適正的には、ジュピターの方が合うしな。ん？あれ？距離適正が違う。なんで、武豊か。同じレースなのに、クイーンエリザベスとクイーンオブザターフなのに、なんでジョッキーが被る言われてるんだ。乗せられるでしょ。あ、違う。ダイヤメジャーと被るんだ。そういうことか。じゃあ、ダイヤメジャーは若いジョッキーがいいな。和田とかだ、福永騎手に変わりましょう。つまり、C ですけど、武豊に戻します。で、ニジブリッジがランベット。ランベットって G1 か。勝ちましたね。ただ、ニジブリッジ自身はどこまで走れるかですよね。まあ、3勝だからな。もう1勝できればっていうとこだよな。阪神牝馬ステークス、特別、ステークスはまあないな。スタートはダメなんで、ケブリーステックスあたり、うん、一応これ回避だな。ゲブリー出させます。そしてダイワスカーレットだが、桜花賞か。まあ桜花賞ですよね、順当に。まあでもよく頑張ったと思います。どうだろう、桜花賞はオークス出す、オークス出すだろう。ドーベル G1 4勝だったんだ。あんまないポットが出ますね、スプリングステークス。じゃあネクスト。クラーカップゼニアッタ登場、3番人気。さあ、勝った海外馬です、ゼニアッタは。頑張ってもらいましょう。重賞初制覇を狙いますが、オリーブコリーダ、クリケティステディーらが強い。ちょっと厳しい。戦法を変えられます。思い切った先行策でいきます。ダイジェスト、中山 G3 フラワーカップ芝 1800m です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。迫られている。200メートル一気に後続が襲いかかってきた。クリケティステリー、でもかされない、差が詰まらない。2番手はクリケティステリー、勝ちました。ゼニアッタ1着、ゼニアッタ完勝。2着はクリケティステリー、3着にメジロブライア、見事に勝ちました。ゼニアッタやりましたね。重賞初制覇です、ゼニアッタ。海外に行かせますか、ゼニアッタは。ダイワスカーレタ国内路線やらせて、どっちがいいんだろう。ファルコンステークス天の想定内です。ちょっと厳しいな。6番人気ローレルゲレート、アストンマーチャン、PB ガルダンとかもいるからな。一応ダイジェストで、4コーナーカーブから直線コースに向きました。アストンマーチャン先頭、1馬身から2馬身引き離す。天の想定内、外が連盟に追いすがります。外から来た。残り200メートル、届くかな。アストンマーチャン2着が関の精一杯か。この馬で決まりか。アストンマーチャンゴールイン、2着は天の想定いない、3着にローレルゲレイド、アストンマーチャン見事1番人気に応えました。勝ちたかったけどな。まだマイル路線でしょうね。スプリングステークス、アマナイポッド登場です。サツキショートアイアン、一番ダントツの一番人気ですね。あーでも不採地方王だ、本州方面は。他クラブは浅草キングスも印がついております。さあ、サツキショートライアル中山3歳 G2 フジテレビ賞スプリングステークス芝 1800m ダイジェストでいきましょう。4コーナーをカーブして、お、先頭に踊り出た。天のアイポッド先頭、残り 200m。 あ、いいですね、ぶっちぎりだ。2番手は天馬チェイサー、強い、これは強い、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。天のアイポッド見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。天のアイポッドが良さそうな感じですね。ちょっと分からん。名古屋城ステークス、外クラブは凱旋世界中が一番人気となっております。これは勝てるでしょう多分。ダイジェスト、中京オープン特別名古屋城ステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋世界中先頭、内からパールメモリーズ、ファインマッチャー伸びてきた、ここから勝負をかける。伸びがなんか笑えそう。凱旋世界中出まる、凱旋世界中先頭、お、頑張ってる。凱旋世界中先頭だ、凱旋世界中、凱旋世界中1着、2着にはどうやらファインマッチャー、3着にオリーブデコア、凱旋世界中見事1番人気に応えました。あ、タイドアイへ6と5レースの大量出走です。高津宮記念は2頭ですね。金車さんの奇跡と片野松健が登場。快速自慢集結、実水のスプリンター。あ、一強ですね、金車さんの奇跡で。
銀が10個。じゃあまあ、さあダイワスカーレットはちょっと調子が落ちてきているぞ。でも休むのはお菓子の後にしたい。ハウルも当然挑んできます。調子が落ちだした。でもこれも休むのはお菓子の後にしたい。まあでもダイスかなわないよな、今の状態だと。ちょっと別路線回っていきましょう。ちょっと敵に不安を感じてしまう。で、ゼニアットはユニコーンステークスまでですね。そうだ、これダートバーなのに無理やり芝居出したんだ。思い出した。重賞は制覇したから、これ海外行くことは自由ですね。海外高飛びしましょう。強かったですかね、ゼニアッタ。しかも牝馬なんで、これ牝馬で限定も出し放題です。だからこのケンタッキーオークスに挑みましょう。ちょっと武豊にチェンジで、当然放牧ですね。疲労度は、疲労度はまあそんなにないから一周で十分だ。スピード S プラスですからね。アミーゴが、アミーゴマイル先生な、お住まいですね。 NHK マイル挑みますね。ちょっと絆コマンドを使いましょう。チェック精度上げる、投資上げる、投資上げる、勝負に行きます。で、 iPod ですね。スプリングステークスを勝つことはできましたが、ちょっと厳しいな。一周放牧してダービーですね。多分ダービーのこと言われるか、このままでいいと思う。馬のブログも同じなんですよね。当然この辺はダービー登録するだろうから、ありましたね。まあでも休むしかないよな。想定内も皐月賞ですが、ちょっとこれは厳しいっていうか、マイル路線行った方がいい。想定内はニュージーランドトロフィーはアメアノアミーゴがいいのか、アリントカップはチャクタがいるんだ。どっち行っても厳しいな。重賞取ってたっけこの馬、まだだな。じゃあニュージーランドトロフィー行って、アマノアミーゴは直行でもいいぐらいだよな。まあ芝はまだないし、皐月賞ってどうだっけ、ブログだけやったら、でも iPod もいるから通用はしないな。ここは
ハーリントは着ウタが狙ってるんで、もう出さずにこのまま直行で行くか。想定内がノートレア福流へ2勝目あげました。菊花賞取ったんで、クイーンオブターフに挑むっていう予定通りの流れですね。ジュピター強かったからな。惜しかった、冬ソナー。いいですね、健康以外は完璧だ。金車さん4勝ですね。まだ引退しなくてもいい。アドマヤムーンは今年いっぱい、あと3勝あげなきゃいけません。実績上げるのこれからのような気もするけどな。スピードはあるんだよな。だからかしこさはいらん、調子はいらん。なんかいろいろある。全部キスなんだな。やめとこう。わあ、勝負根性パワー、みんなダメだ。正直勝負にならないと思いますね。やめといた方がいいよ。敵前逃亡です。猫返しがいいのか。ダートはダメか。マイラーズカップはビフォアフがいる。ここ誰か登録してたような気がする。マツケンはまだ賞金がこれだけだけど、一応まあ師匠悪くなっても馬優先主義です。世界に花は9勝ですね。でもダートが多いんで確実に勝ちにいかないといけません。エテルテルが9勝か。これはもう達成してますからね、心配いらず。ネジブリッジがこれで3勝だけど、ちょっとこれ厳しいですよね。放牧したんだよな。あ、これ任せ、調教方針はダメだ。調教できない。
なんでだろう、もうちょっと厳しいですよね。まあ安田記念でいいです。ハイダーズ無理なんじゃないの。チタインヤがあんたです。今年はですね、まあ、とはいえもう達成してるからこれでいいんですが、ん？大阪杯出しちゃダメだな。いい勝負しちゃう可能性ありますからね。あーもう枠が埋まっちゃってる。これ放牧してるんかな。さあかこのまま状態で海外に挑ませます。ドバイワールドカップにデゼンシーも登場です。ハリポッターか。ハリポッターはまだ G1 取ってない。前線マンなんだよな。最後遊戯王ですね。万能を宝塚と出走。以上。一旦セーブして、ちょっとこの年に生まれてくる馬を調べてみるわ。カレンちゃんが生まれるんだ。じゃあこれ国内競りがでカレンちゃんが買えるんだ。でも国内競りで買えるのはいいんだけど、あの社内に渡しちゃうからな。カレンちゃんを奪うっていうのはいいかもしれない。もちろんあの競りで勝ったらあのお金は使うけど、金札使わないで済むんだけどな。あと遠心フラッシュか。遠心フラッシュ相当強いらしい。遠心フラッシュルーラーシップか。
ニューラシップオス馬だからちょっと優先度は落ちるな。あとビクトワール、これもすごいな。なんか車台ばっかりやん。あ、これ強いわ。ビクトワールピサ相当強いな。アパパネもいます。アパパネもいるのか。悩むな。このレベルは高いですね、みんな。ノーザンと。なので、ちょっと悩みますね。みんな、この世代、有能なんで。まあ、カレンちゃんとアパパネだな、買うとしたら。もちろん、シュバはお金になりますけどね。アパパネはソルティービットですね。ソルティービット、ビクトアルピザ、ホワイトオタワヘアか。ちょっと繁殖品、うちの繁殖品場を。ドールってもう役目終わったんじゃないかな。スルマルガールってもう終わってるよな、役目。あ、もうなくなってるんだ、スルマルガール。妻は売却。なっちゃんどうなんだろう。ブログは結構期待できそうなんだよな。まだ売っちゃうには早い。キューちゃんかな、売るとしたら。悪くないけどな。まあまた買い戻せるんで、キューちゃんはちょっと待った。キューちゃん相当強い馬だったな、そういや。シスターとかその辺よりは全然強い。売るんだったら北斗ベガかな。でもみんな強いよな、遊戯王とか。長くやっぱり活躍できる馬が出てきてるからな。あんまり売りたくないな。ベガー、シャバゾはもうさすがに。売ってもいいと思うけどな。シャバゾ売っちゃいましょう。で、これで。ホワイトウォーターヘアとソルティービットと、どっちがいいんだろうな。ホワイトウォーターヘアとソルティービットでも買うか。ソルティービット、ソルティービット全然ダメやん。収支すらついてない。なんでだ。
あ、これアパパね、銀札なんだ。金札じゃなくて。ああ、パパね、やめといた方がいいのか。でもな、すごい。4歳いっぱいか。までで引退ってなるから。ちゃうわ。スプリングチケットの方がいいのかな。どっち走らせたいかって言ったらカレンちゃんだな。足毛ってこともああでも足毛だったらあれだからやっぱりゾルティビットか。父親金亀だよな。なんで無印なんか分からんけど、まあバグなんだろうな。ということで、あ、ソルティビとか天の家も、ね、これでいきましょう。ゴドルフィンマイル天の瞳閉じてです。2番人気、これ G2 ですね。カノーナシュアの方が上ですね。サイチリシャースルも出てます。ひとまずダイジェスト、名団競馬場 G2、ゴドルフィンマイルダート 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アインシュタイン先頭、2馬身から3馬身引き離す。あと 200m、 アインシュタイン意地を見せる。アガールズサジタリウス頑張れるか。アインシュタイン粘る、アインシュタイン粘る、アインシュタイン、アインシュタイン1着、2マネー着したはアガールね。ズサジタリウス、3着にスピアフィッシュシャーク、勝ったのはアインシュタイン、見事な勝利です。ドバイゴールデンシャヒーン、アマノセカチュウ1番人気128、これはダントツではないか。ちょボルデナロが強い。あとシーキングザベストも出てますね。同級者なんだ。さあジョッキー和田というのはちょっと不安ですが、レース行きましょう。名団競馬場 G1 ドバイゴールデンシャヒーンダート 1200m の電撃戦です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアップブラム、ショートトレビラ、ちょっとタイミングが合いません。ダッシュよく飛び出してアップブラム鼻に立ちます。その後ろからはディスクリートキャット、この馬も上がっていく構えです。ミッドナイトリュート、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からダスキーアンティヌエア先手を取りました。前はダスキーアンティヌエア、 D
ディスクリートキャットほとんど差がありません。ボルドナロ3番手大外からオレンジの帽子、ね、天野セカチュー伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。セカチューなんか先まくりを打った。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野セカチュー先頭1番どうでしょう。他突っ込んでくる馬は2番手中割ってきた。来た天野セカチュー粘る。ああしかし迫るミッドナイトリュート差し切った。やられた。ミッドナイトリュート1着2着はベニーザブル3着にディスクリートキャット4着か。ミッドナイトリュート見事な勝利です。ドバイシマクラシック天野タマちゃん残念ながら2番人気。イングリッシュチャンネルベタートークナウあたりか。先行策いってみましょう。レースです、名団競馬場 G1 ドバイシーマクラシック芝 2400m クラシックディスタンスです。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアークティックトリビュート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアークティックトリビュート花に立ちます。その後ろからはマンデュロ、この馬も上がっていく構えです。さらには天野タマちゃん3番イングリッシュチャンネル、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。アークティックトリビュート先手を取りました。大きく離れましたチャプタートースト、そしてやや離れてシェイクスピア、ポップロック上がっていきました。内からはマースフルフルーツ、その外からベタートークナウ、フィルガンビット、そのうちに続いています。黄色の帽子エイリーンズアドラブル、その後ろ内からはサーパーシー、並んで古豪ベンジャンスオブレイン、その外にミリオンフラッシュ、その隣にラインアストロノマー、最後方にフラフピードライン。1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1番アークティックトリビュート、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はアークティックトリビュート、アークティックトリビュート、さらにリードを広げます。2番手はマンデュロ、3番手に天野タマちゃん、絶好の手応え天野タマちゃん、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアークティックトリビュート。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。まだ持ったまま、いや追い出した。ここで先頭は天野タマちゃん、1馬身から2馬身引き離す。あと 200m、 一気に後続が押し上げてきた。きたイングリッシュチャンネル、イングリッシュチャンネルにかわされた。先頭イングリッシュチャンネル差し切った。イングリッシュチャンネルゴールイン。2着にはどうやら天野タマちゃん、勝ったのはイングリッシュチャンネル、見事な勝利です。ドバイターフです。天野テルテルです。1番人気128、ラモンティが127、ナニナが121ですからね。楽に勝たせてもらえなさそう。それでも勝ってほしいレースです。名団競馬場 G1 ドバイターフ芝 1800m です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スイープスウェイン、ちょっとタイミングが合いません。先行争い何が行くでしょうか。コナードミラル前に行きそうです。グロリアデカンペオン、
それに続いています。さらにはアマノテルテル G13 勝ラモンティ、その後ろコナードミラル先手を取りました。その後ろからはシェリフズスパークル、内からはサクセスイヤーズ、並んで7番メディシャンコラム、すぐ隣にナニナ、その横にウィルコ、ジミニーロード、そのうちに続いています。すぐ後ろにフィアレス、内からはミエスクズアプルーバル、黄色の帽子イーグルベッド、その後ろスイープスウェイン、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はコナードミラル、まだ粘っています。2番手はアマノテルテル、グロリアデカンペオン、3番手アマノテルテル、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコナードミラル、アマノテルテル2番手、最終コーナーをカーブして、さあ先頭かがアマノテルテル、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はアマノテルテル、外から勢いよく、ダメだ、もうかわされている、懸命に追いすがります。あと 200m、 ラモンティ意地を見せる。2番手はプラッキーアクアリウム、ラモンティ先頭だ、ラモンティゴールイン。2着にはどうやらプラッキーアクアリウム、3着にピアレス、勝ったのはラモンティ、見事な勝利です。ドバイボロボロですね。ドバイワールドカップ、金引きりと天野デゼンシー登場。1番人気は金引きり、2番人気は天野デゼンシーとなっております。インバソールも強いからな。コメンテーターローヤーローン、レーティング見ていきましょう。133、ローヤーローンが128、インバソールが133と、やはりこの辺が強敵になりそうです。さあ先方です。金引きりは先方変えなくていい。デゼンシーはどうしようかな、内枠だからな。差しで行ってみましょう。さあこれがメインイベントです。メダ競馬場 G1ドバイワールドカップダート 2000m。 今回のドバイウィークはもういっぱい地に紛れたレースばかりでした。スカッと買ってほしい金引きり、もしくは天野デゼンシーですが、果たしてどうなりますでしょうか。砂漠に囲まれた名壇競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦、ドバイワールドカップ。頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。インバソール、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくインバソール行きました。続いて前へ行くのはローヤーロン、さらにはケリーズマックスジーン、 G1 馬コメンテーター、その後ろ先手を取ったのはケリーズマックスジーン、バニーサイド、それに続きます。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。その後ろからはラバマ、白の帽子、金引きり、いい位置につけました。その外からプレミアムタップ、バーミリアン、それに続いています。これに続くのがアマノデゼニシー、その隣にアンティックシャッフル、イーガージュベル、すぐ後ろしんがりからイマジントーン、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度13番コメンテーター、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続いてインバソール、少し間が空いてバニーサイド、すぐ後ろにローヤーロン、オレンジの帽子ケリーズマックスジーン、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はコメンテーター、後続を引き離します。
2番手はインバソール、間を挟んでローヤーロン、3番手金引きりまだ来ない。この辺りで後続が金引き結構前に行けてないな。日米王者の争いだ。さあ先頭に立ったのはちょっとインバソールが前に、3馬身以上さらに突き放します。インバソールが前へ遠い強い。ようやく2番手上がったが残念すぎる。2着は金引きり、3着にプレミアムタップ、勝ったのはインバソール、見事な勝利です。金引きりで前市敗れました。インバソールが強すぎる。クリューステークス天野のオトレです。2番人気、まあ、ここは賞金を積み重ねる場所になりますね。ダイジェストいきましょう。中山オープン特別クリューステークス3歳ダート 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m、 ビクトリーテツニー伸びてきた。天野のウトレ必死に追いすがります。ビクトリーテツニー先頭、ビクトリーテツニー先頭だ。ビクトリーテツニー1着、2着にはどうやら天野のウトレ、3着にマイネルアワグラス、1番人気に応えました。ビクトリーテツニー見事です。日経賞です。クラブーバー、アドマイアモナーク、サイレントディールが登場。祭りラゴッホ、デルタブルースが人気ですね。アドマイアフジもいます。ひとまずダイジェスト、中山 G2 日経賞芝 2500m です。さあいよいよ直線の攻防。デルタブルース先頭、残り 200m を通過して、祭りだゴッホ先頭だ。2番手はデルタブルース、とてつもない強さ。祭りだゴッホ強い強い、まあ、強いな。祭りだゴッホ圧勝ゴールイン。2着は微妙です。まずは前哨戦を制しました。祭りだゴッホここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。中山校舎ですね。祭りだゴッホ、まあ、2年後に有馬記念を制することになります松井田ゴッホ、その今はまだ知りません。毎地杯、外地戦愛知博2番人気か、1番人気はオリーブ風船。戦法を変えられます。まあでもこのままでいきます。ダイジェスト、阪神 G3 毎日杯芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天満イブニング先頭、外から勢いよく天満ムーブメント。ここで先頭は天満ムーブメント。残り 200m、 天満ムーブメント伸びてきた。オリーブ風船頑張れるか。一気にオリーブ風船、天満ムーブメント先頭だ。見なかったな。2頭がほぼ同時に突っ込んできました。天満ムーブメント、オリーブ風船、わずかにオリーブ風船体勢有利。外線愛知博は8着か。そしてマーチステークス天の気持ちいい、クラブは外線門員も出ます。人気分かれましたね。一番人気と本種本命は凱旋門院ですが、天の気持ちいいも3つ、本命をいただいております。さあ戦法を選べますが、差しで行ってみましょう。ダイジェスト、中山 G3 マーチステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ランザローテ先頭、中割ってきた。先頭は変わって凱旋門院、天の気持ちいい、さらに突き放します。2番手は差し切りました。先頭は天の気持ちいい、1着でゴール。2着は凱旋門院、3着に名将闘魂、見事に勝ちました。天の気持ちいい。
中小制覇？初制覇だったっけ？いや、わからない。六甲ステークスです。クラブは凱旋トリビアですが10番人気なので飛ばします。電車道か。砂金車差の奇跡が高松宮記念に登場。グリグリですね。ダントツ。リミートレスビットが対抗となっております。エシンドーバーですね。それからさあ、レース行きましょう。中京競馬場 G1 高松宮記念は芝 1200m の電撃戦。いよいよ秋、いよいよ春 G1 がシーズンが本格的に始まります。キンシャサの奇跡勝つことができますでしょうか。ほとんど差がありません。大木場から3番手金車差の奇跡いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はディープサマー。第4コーナーをカーブして金車差の奇跡は入りました。先頭から力強く伸びていく。前に迫る金車差の奇跡。残り 200m 先頭は変わって金車差の奇跡。残り 100m 2番手は勝ちましたね。金車差の奇跡やりました。決まりか。金車差の奇跡強い強い。金車差の奇跡圧勝ゴールイン。2着はエイシンドーバー。3着に鈴鹿フェニックス。これが世界を制した実力だ。金車差の奇跡 G1 勝利を積み重ねました。そしてウィニングランです。鋭い末足ゲースが炸裂しました。G1 2連勝キザーレベルもアップ。佐木騎手、今度は山岡騎手、天の椿が早くも ですね。いいえ。おっと、なんだこれ。稲妻だ。ルーラーシップですね。ルーラーシップ、ビクトアールピザ、アパパネ、トゥーザグローリー。トゥーザグローリーってどんな馬？セルフィ出したらって。丈夫。ルーラーシップ丈夫。じゃあちょっと見ていきましょう。一番評価が高いのは
ベガですね。07ですね。ああ、ミカのみの20丸か。正直これは晩成だとしてもちょっと厳しいと思います。売っちゃおうかな。次へスルーラーシップ。シーツバタかな、これは。走って当然と言えるんじゃないでしょうか。遅めなんだろうな。次です。北斗ベガ07。なんか、ベガも北斗ベガも良くないな。あ、でも走る、北斗ベガ、走る馬走ったからな。セールに出したら、これダメですね。セールに出したらっていうのは。売り決定じゃないですか。ダメですね。フェアリードール07も。フェアリードールってどんな馬だっけ？どこまで見た？ここ行こうですね。これがシーキングザパール。カッパイミカとも20丸。丈夫か。丈夫は何よりですね。牝馬、オス馬か。次です。トゥーザグローリー。ああ、ダメだったんだ。天の九ちゃんだな。カッパギが20丸、ミカが丸なので、早熟馬の可能性は否定できないよな。あ、そうか。この馬が雷馬か。でも雷馬だけど、ちょっととやっぱり早熟な気配はするんで厳しいかもな。次へ様のなっちゃん。ミカのみが20丸。父親はレッツゴーターキンです。すごいな。うん、丈夫なんですね。ウィンドインアーハーヘアですね。こちら、カッパギ三角、ミカ二重丸。晩成なのかな？サブパラだけがいいとか考えられますね。次です。フェデラリストって何だったっけ？ダメっぽい。フェデラリストは。天の愛モードの3区も出ました。なんかこれはすごい走りそうですね。あ、そうなんだ。走りそうなんだけどな。セールに出したがダメとは言い切れないのか。マンファス07。同じことばっかり言ってる。メジオドーベル07。メジオドーベルってスピードないんだよな。毎年3区産んでるけど。スペシャルウィークなのに。で、アパパネですね。アパパネはちょっと早めですけど。育てます。ビクトールピサいいですね。
谷のシスターですか。どうだろう、もう谷のシスターウォッカ産んだから、うん、売っちゃっていいかもしれないよね。牝馬か、スピードはありそうだな。わ、なんか嫌な感じ、ちょっと足りないかな。まあウォッカがいますからね。ん、ウォッカ、ウォッカじゃないんだこれ。あ、これメジオドーベルね。これね、タイノシスター。ウォッカがいるからな。生まれた馬はいらないよな。アデルハイド。これはちょっとダメっぽい。売るしかないよね。さあ、欧州2頭、大阪杯2頭となっております。一強ですね、アドマイアムーン。春雷のヨークは初めてなんだ。サッカー場の母から生まれた両血が春雷なんだな。で再びローテ、まあハリポターはまあ問題ない。タマちゃんはこれは惜しかったよな。なんかすごい前にばっかり言ってるけど、まあ、タマちゃんはもうもっとでも長い距離の方がいいかもね。ん、ハルテンいけるんじゃないのこの馬。ハルテン出しましょう。ハルテン出さないともったいないでしょう。普通に考えて、多分掴んでも勝てるよなこれ。もしくはもっと若いジョッキー北村とか乗ってもいいかもしれない。川田くん乗せよう。思い出をやりしてもらうんだ。なんか前ばっかりっていうのは逃げ切るばっかりやな。差し馬なんだろうか本当に。で柏記念、シャメールが今週極戦、なんでだろうは、もう厳しいからな。安田記念っていうのは正解かもね。で、勝ちたいんやが、勝ちたいんや何勝だっけ。ただ1勝で番勝だから絆コマンドで
世界に花は発祥だけど勝たせに行かない、もう2勝ぐらいは勝たせに行かないと危ないね。ん？え？なんで？まあいいか。スプリンターズですか。キンシャサはこれで5勝、あと3勝です。なので、出すレースをしっかり決めましょう。こことかかな、オールエイジド。あとまあここいいですよね。なるほどね、ちょっと嫌な相手やな、まあ、こっちの方がいいかなとは思う。クールでもクールモア2着で破ってるし結構強いよな。こっち出すぐらいだったらまだ、こっちの方がいいかもね。横乗りの絆っていくらぐらいだろう。柴田よし、勝ちを積み重ねてほしい。セカチューはこれはなるほどね。ヘアステークスはまあそれでいいと思います。まだ一水出しても大丈夫だしね。どうかな、厳しいと思うけどな。たまってねってな。まあでも、複製調子悪い。なんでこんな調子悪いんだ。遅めとはいえスピード上げたいよな。明るめ調教です。ケンタッキーオークスで天の椿が芝路線ですね。候補の一角か、シャメールは
ットマン・ヤムーン、ハリポタ、カンパニー。では行きましょう。クイーン・オブ・ザ・ターフ・ステークス、アマノ・ジュピターです。一番人気やったら大激戦なんで鵜呑みにできない一番人気ですね。レース行きましょう、ロイヤルランドウィーク競馬場 G1 クイーンオブザターフステークス芝 1600m です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。ダッシングナイト前に行きそうです。ストロークグリロそれに続いています。さらにはリスキーリッジ、16番サンクラシーク、その後ろ先手を取ったのはダッシングナイト、カースクラック、それに続きます。その隣にデリケートティマー、内からはキャビアとアモレッツァ、並んで古豪キッチンニードルズ、その外からコンティニューアルペイナント、チーフズラファー、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ G12 勝ダッシングナイト、2番手はリスキーリッジ、サンクラシーク、3番手8番アマノジュピター、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はダッシングナイト、間が空いてサンクラシーク、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者、どうかな、届くかな。ここで先頭に立ったサンクラシーク、伸びては来てるが前は遠い。100メートルサンクラシーク、さらに足を伸ばす。2番手はダッシングナイト、サンクラシーク、3着か。先頭はサンクラシーク、1着でゴール、2着はダッシングナイト、3着にアマノジュピター、勝ったのはサンクラシーク、見事な勝利です。前が遠かった。海外でいっぱい地位に迷える感じですね。クイーンエリザベスステークス、アマノシャメールです。こちらも一番人気ですが105しかないのに押し出された一番人気になってしまってます。レース行きましょう。なんで一番人気になるんだろう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 クイーンエリザベスステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フレームネーム、これはいいスタートを切りました。ディスプレイコンサーン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフレームネーム行きました。続いて前へ行くのはディスプレイコンサーン、さらにはイスレイトロピック、古豪スピーチニュートロン、その後ろ先手を取ったのはディスプレイコンサーン、少し開いてクイックリータルク、並んで栗色の馬体アイスエマ、シリウスプライマリー、それに続きます。その外からセイナイト、その隣にエルクボヤージ、その外にアラートセンテナリー、すぐ後ろにエルセギュンド、内からはイルドフェイバー、イリディウムバータックス、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。アマノシャメール、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。スプレンディドガイア、すぐ後ろ最後方にクインディースターク、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として7番ディスプレイコンサーン、2番手はクレームネームアイスエマ、3番手連勝中のアマノシャメール、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はディスプレイコンサーン、クレームネーム続いています。大外をまくってくる、そして直線コースに入りました。ここで先頭はエルセギュンド、後続を引き離しにかかる、内で食い下がるアイスエマ、伸びないな。メートル後続を引き離しにかかります。残り 100m、 2番手はクイックリータルク、掲示板に乗るのはやっとか。エルセギュンド1着、エルセギュンド完勝、2着は微妙です。勝ったのはエルセギュンド、見事な勝利です。
ダビキョチャレンジトロフィー型の猫返し、まあ2番人気1番人気クラブはハットトリック、凱旋キアイダーや混合力仕様も出てきます。ダイジェスト、中山 G3 ダービー卿チャレンジトロフィー 芝 1600m です。第4コーナーをカーブして中を割ってくる、残り 200m、 グレートジャーニー追い上げてきた、外から一気に突き抜けるか、肩の猫返し、肩の猫返し、差し切った、並んで勝ったかな。1、2着争いは接戦になりました。わずかに肩の猫返し、勝ちましたね。さあ大阪杯2頭出し、アドマイアムーン、天のハリポタ1番人気2番人気を占めております。クラブはフサイチパンドラやスイープ投手も登場、他シンキングザダイヤカンパニーと豪華なメンバーになっております。その中ではアドマイアムーングリグリですね。 G1 を1つでも積み重ねたい、対抗は天のハリポタのようです。ただ中山記念2着なんでちょっと足りない気がするんですよね。むしろこれならカンパニーやシーキングザダイヤと言いたいとこなんですが、フサイチパンドラも含めてそんなにいいわけではないんですよね。アドバイアームーンの実戦席が抜けているっていう感じはしますね。さあ先方です。天のハリポタ先方を選べますが、先行有利に見えるんでこのままでいきます。レースです。さあ、春の中距離戦大阪杯阪神 G1 芝 2000m で行われます。春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけてG1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠のインティライミゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。コスモバルク前に行きそうです。シーキングザダイヤそれに続いています。さらには天のハリポタ16番インティライミその後ろ、先手を取ったのはシーキングザダイヤ、その外にパレススポット好位置をキープしています。アドマイアムーンはカンパニー前に行きますね。すぐ後ろキングストレイルそれに続きます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、並んで3番川上プリンセス、すぐ隣にネバブション、その外からフサイチパンドラ、内からはスイープトーション、その隣にビータローザオレンジの帽子カンファーベスト、その後ろエアセレソン、この馬もこのグループ、最後方にアドマイアキッス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。さあ先頭はコスモバルク、2番手はパレススポットシーキングザダイヤ、3番手アドマイアムーン、この位置から届くのか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はコスモバルク、パレススポットその後ろシーキングザダイヤ続いています。4コーナーをカーブして、内をついたアドマイアムーン、コスモバルク先頭、内からぐんぐんとアドマイアムーン先頭、残り 200m を通過して
2番手はシーキングザダイヤ。勝った勝った。勝ちました。勝ちました。強い強いアドマイヤムーン、圧勝ゴールイン。2着はシーキングザダイヤ。これが世界を制した実力だ、アドマイヤムーン。ウィニングランです。桜花賞か。アドマイヤムーンの勝利は嬉しかった。桜舞う可憐な戦い。さあ今度はダイワスカーレットを番だ。桜花もいますね。ダイワスカーレット一強ムードです。では今週今週以降はまた次回行いたいと思います。大阪杯、まあ仕方ないよね。ちょっと調子がな、心配だな。でアドマイヤムーン見事に勝ってくれました。次は宝塚記念とは言ってますが、どうしましょうか。万能王とかでいいんだけどな。まあでも休ませないといけないから、やっぱり6月以降だよな。誰？ディアン・トーマス。一応残しとこう。4月2週か。で、5月5週はダービーだから、ダービーの周囲ぶつかる？西ブリッジとぶつかるのか。まあ、西ブリッジはちょっとよりは、アドマイヤムーンだから、C機種に託しましょう。で、猫会社勝利ですね。ビクトリアマイルか。はい、面白いんで行ってみましょう。まあでもまだ段階踏まないとダメだけどな、本音としては。まあとはいえ牝馬限定のレースなんで、一回は出てみましょう。
ャメールか。シャメールは2000から2200。何着ってこれどう見るかですね。あ、正直 G3 出す馬じゃないからな。宝塚とかで全然はらいける馬だしな。鳴尾記念、目黒記念とか、マンハッタンとか行けるからな。うん、まあ私としたらここかな。ここからユナイテッドネーションズだろうな。でジュピターは3着か。ジュピター何勝？まだ2勝か。まあ確率で勝つレースを選びたいね。牝馬だし、牝馬限定に出す方法もある。でもとりあえずはまず疲れすぎてるんで休みに行きます。なるほど。そんな最上位お箇所はダイワスカーレットですね。ウォーカーピンクカメオ、ミゼラルトフィア想定内か。返しが勝利。はい、ということで、あ、全員なんか涙目になってる。マー君勝ってますね。さあ2000勝を達成しましたね。はい、ということで、2時間近くやってきました。まあ、今回からツイッチ側の、同時配信厳格化に伴いまして、ちょっと YouTube では同時配信お届けなくできなくなりまして、ご迷惑をおかけしております。ただ、アーカイブはダウンロードして、Twitter、YouTube に上げますので、見てください。タイマーで、9時ぐらい、あさっての9時ぐらいに再生できるようにいたします。
ちょっとこれからこういうような配信の仕方にしていこうと思います。で、YouTube 側ですね、プレミア再生だったっけ、そちらの時間を9時にTwitch で配信した分のプレミア再生を9時21時に統一したいと思いますので、21時はぜひご覧いただければと思います。見ていただいてありがとうございました。Twitch アカウントフォロー、チャットコメント、そしてライブ視聴をお願いいたします。Twitch please live watch and アカウントフォロー and チャットコメント please。ツイッターもやっております。ツイッチのチャット欄にリンク記載してますので、ぜひご覧ください。プリーズ、マイツイッターアカウントフォロープリーズ。ということで、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。